これは立派なアンサンブルだ。とても似合ってるぞ。黙っててくれ。バカになった気分だ。こちらのカフタンは入手できる限り最上級の生地を使い、最高の職人技をつぎ込んで仕立てたものです。しかしこのお召し物の良さを理解するには少々センスが必要でして、どれほど豪華なローブでも美の欠如は隠せても、知性の欠如は隠せないのです。センスなど知らんな。興味はない。面白みもないし、何も生み出さない。このウィッチャーは生来の清掃嫌いでね。それなのに清掃が必要な式典に出席する予定だ。だからこうして少しばかり気が立っているんだろうな。だからまあ気を悪くしないでくれよ。むしろ哀れんでやってくれ。実際のところガチガチに上がってるのさ。公爵閣下の御前での作法なんて少しも知りはしないのだからな。なるほど、そのようですな。なんといってもトゥさんにおける最高の栄誉ですからね。ブドウジュ勲章を授かるにふさわしい装いというものがあります。公爵閣下も泥で塗り固めた鎧の方に勲章のメダルを授けるわけにはいきません。宮廷の儀礼というものは形式や伝統、作法、そういったものに重きを置いていて、他の何よりも見栄えを大事にする伝統か。つまらないものを尊大にギラギラと飾り立て、無駄なところにばかり金を惜しまず。感傷的で哀愁が漂う独り言だな、レジス。新しい服を買ってもらえなかったから沈んでるのか。まさか。物思いにふけるときはいつもこうなるだけだ。そしてそういうときはお前が思ってるより多い。そもそも式典に出席しないのだから新しい服など必要ないのだしな。なぜ出ない？お前と違って出なくていいからだ。そんなことより荷造りをしたいしな。後で寄ってくれるだろう。勲章と素晴らしい経験を経て一回り立派になった姿でな。もちろんだ。式典、美徳を称える勲章、何か引っかかるな。私も同じものに取り憑かれてる。ずっと頭を離れないんだ。最後の美徳、慈悲深さ、パズルの最後のピースがどうしてもはまらない。突然5つの美徳説の信者になったのか。全てが明らかになっただろう。信じる信じないの問題じゃない。迷信や伝説の類でもない。純粋な論理から導き出された一つの結論だ。シアンナは全ての計画を立てていた。我々が止めなければ5人目の犠牲者が出たはずだ。慈悲深さに関わる習文を持つ誰かがな。彼女の計画はもう無意味だ。実行されることはないからな。式典の招待状を持ってきた使いに聞いたんだ。シアンナは宮殿にいる。帝臣たちが公爵を説得して党に幽閉したそうだ。気にならないのか、彼女の最後の標的が。式典まで時間がある。あの薬磨きからまだ話が聞き出せるかもしれない。犠牲者の名前をデタラフに届けていたのは彼だ。我々は何か見落としてるんじゃないか。レジス、あの時靴磨きは何かを配達してたなんて言ってなかったぞ。どうして手紙を届けていたと分かった？お前が栄光を浴び新しい服を仕立てている間、個人的な調査を進めていた。我ながら見事な手際だったぞ。見てたら感心しただろうな。まずは靴磨き粉をたっぷり作った。あの野心家の小僧にくれてやるためだ。私の長年の観察では、ああした仮想階級の連中は独自の社会を形成していて、相互扶助が何より優先される。親切にしてやれば必ず見返りがあるのさ。もちろん逆もしかりだ。悪意や有害な行いには報復がある。手紙と何の関係がある？バケツいっぱいの靴磨き粉を取りに来た小僧はもっと多くのことを知ってるとほのめかした。前に我々が話した時は尋ね方を間違っていたんだ。彼からさらに話を引き出すのは骨が折れたが、なんとか聞き出せた。デトラフに手紙を渡していたと認めたんだ。彼はその情報が私にとって価値があると知っていた。それを教えることが恩返しだというわけさ。ともあれ当たってみる価値はあるな。一緒に行こう。もう終わりだろ？ええ、結構です。あとはお任せしますよ。この私が丹精込めた作品が式典で本来の威厳を発揮することを祈っています。私の作品をお外を這いずり回って台無しにしないでいただきたいですな。気をつけるよ。
わあ、あの時の剣士さんか。身なりを整えに来たのかい。どんなに決まってても靴が汚れてたら足元見られるからね。靴を出しな。聞きたいことがある。またかい。どうぞ。言論の自由を信じてるから何でも話してあげるよ。でもおしゃべりの間に靴がきれいになったら一石二鳥だと思わない？そろそろ磨いた方が良さそうだな。私もお言葉に甘えよう。靴は自分の魂と同じくらいきれいにしておくべきだと友人がよく言っていた。きれいな靴はきれいな心から。いい言葉だね。儲かってるか？まあね、悪くないよ。ただどこかの誰かさんがおしゃべりに来るんじゃなくて靴磨きに来てくれたらもっと儲かるだろうけど。フロックコートを着た男に手紙を渡したはずだ。思い出せるか？ああ、もちろんさ。若いから覚えたことはトラバサミみたいに話さないけど。もしこの情報で金を取ろうと考えてるならやめておけ。その手紙は誰から受け取った？物乞いたちが持ってきたんだ。前に話した時なぜそのことを言わなかった？物乞いのことなんて尋ねなかっただろ。物乞いか。どんな奴らだった？何人いたんだ？4人だ。1通ずつ別の奴だった。4通だけ？5通ではなく？数ぐらい数えられるよ。他に覚えてることは？その物乞いたちに共通点はなかったか？なかったよ。みんな違ってた。左右違う靴を履いてるやつ、靴自体履いてないやつ。あ、そうだ、全員家がなかった。小僧、俺の我慢もそろそろ限界だぞ。真面目に考えろ。そいつらはどこから手紙を？置いてあったのか、渡されたのか？知らないよ。ここに来て手紙を渡して帰っていくだけだった。何も聞かなかった。ゲラルト、私からも質問させてくれ。なあ君、また磨き粉を大量に作ってやってもいいんだが、そのためには知ってることをみんな教えてくれ。その物乞いたちはどこにいる？施設じゃないかな。どこにある？誰でも知ってるよ。すぐそこだ。階段を上って右だよ。ありがとう、手間をかけたね。施設に行ってみよう。中を見てみないと。決まってるわ。また道具に使ってて。寝泊まりしたけりゃよそへ行ってくれ。お前は何か用か？話がしたい。こいつらに何を言っても無駄だぞ。話そうとしたが口が疲れただけだ。他の方法で分からせてやる。旦那方、お願いだから落ち着いて。飲みだらけの流れ物を連れてよそへ行け。じゃなきゃ全員叩き出してやる。もう我慢の限界だ。これ以上ここを悪臭のするゴミのたまり場にされてダメか。消えろ。ここは品格ある市民の町だ。この施設とここに住む彼らが気に入らないことは分かった。だがなぜだ？見ろよバラード、また出たぞ。貧しい者を守る正義の味方様が。まったく鬱陶しい。近所の住民には女も子供もいるんだぞ。大人の男でさえこの連中のそばを通るのは不安だってのに。品位のある市民と言ったな。自分たちのことか？なぜだ。そうじゃないとでも？ああ、まったく。聞いたか、アルトは。我々を侮辱したぞ、我々の土地で。君、我々は少し離れていよう。私の友人がこの不幸な行き違いを収めてくれるはずだ。蝶を三つ編みにして背骨に巻きつけてやる。なっ、はっ、分かったよ。行くぞ。話は終わりだ。
助けてくれてありがとう。話し合って説得したかったが、あんたたちが来なければあざだらけになるまで殴られてたところだ。心から感謝するよ。何が目的だったんだ？近所の住民だよ。ここの人たちを連れて施設ごとよそへ行けと言ってきた。物乞いを助けるのが気に入らないらしい。よそへ行くのは構わないさ、行くところがあればね。ところで何か困ったことがあってきたんだろう。今度はこっちが助ける番だ。この場所は何なんだ？救貧院か？そうとも言える。彼らが来て休んだり温かい食事を食べたりする場所だ。なぜ彼らを助けるんだ？助けが必要だからだ。知りたいことがある。ガールス通りの靴磨きのことを話してた奴はいないか？靴磨き？あの厄介な少年か。知ってるよ。ここの収容者の中で最近彼に会ったものや会う予定のものを探してる。申し訳ない、そこまで分かるほど親しくないんだ。でも少し待っててくれ。もうすぐ食事を食べに集まってくるよ。彼らに直接聞いて回るといい。決まった者たちが全員集まるのか？別に義務じゃない。でもよそではちゃんとした食事にありつけないからね。この辺の連中はほとんど来るよ。ありがとう。お言葉に甘えて待たせてもらおう。みんな、力を貸してくれ。スープを配る前に話がある。この二人の紳士が君たちに聞きたいことがあるそうだ。よく聞いて手短に答えてほしい。もったいぶってるとスープが冷めてしまうだろう。それは困るよな。最近この中の4人が靴磨きに手紙を届けたはずだ。そこまでは分かってる。誰か彼の言ってることが分かる者はいるか？いるなら何か言ってくれ。ロメイン、話せない。みんな手紙のことは言うなって言われてる。約束したんだ。話しても大丈夫なんだロメイン。手紙を受け取って届けたんだな。それでいい。ありがとう。他にはいないか？俺も手紙を受け取った。靴磨きに届けたんだ。それにフレッシーも一通届けたはずだ。奴はここにいないから話は聞けないけどな。俺はまだ手紙を持ってる。聖バーナバス祭の2日後に届けろって言われたんだ。手紙を渡してくれ。重要なことなんだ。お前にとってはもう意味がない。けど自分で届けろ。他の誰にも中身を見せるなって、あの女がそう言ったんだ。恐ろしい剣幕でさ。親切で誠実な人の言うことこそ聞き入れるべきだ。彼らはさっき私を助け、ここにいるみんなを助けてくれた。その女性に脅されたというなら、彼女に約束したことは守らなくていい。そうか、なら持っていきな。どうせ口磨きには会いたくなかった。あの辺はいつもぬかるんでるしな。なんだ、本当にもう一人の名前は？自分で読んでみろ。おやおや、さすがの私もこれは予想外の事態だ。今度の標的は公爵だ。どうやら我々はまだシアンナを見くびっていたらしい。デトラフは文字通り彼女の胸を引き裂いて心臓をえぐり出すはずだった。先に首を折ることか。なんてこと。パズルが完成したわけだ。悲しいよ。好奇心を刺激してやまない難問は消え、信じがたいほど陰鬱な真実が残った。我々はトゥサン君主の暗殺計画の証拠を見つけてしまったんだ。公爵がデドラフの最後の標的だった。シアンナは初めからこれが目的だったんだ。その通り。それが論理的な結論だ。
最初の4人は無差別に襲われたようで、実は騎士の美徳に関係があり、怪物が悪を成敗する存在だと民衆に印象付けたわけだ。その一方でシアンナへのつながりを覆い隠せた。実際彼女は自分が憎い者を順番に殺していただけだ。公爵は最後に残して。もしこの計画が成功していたら、誰もあんなヘンリエッタが狙われた理由を疑問に思わないだろう。罪への罰として殺されたと思うだけだ。公爵はその非情さを人々に知らしめていた。慈悲深さに欠けていると言えるだろう。シアンナはなぜ実の妹を狙ったんだ。妬み、権力を奪うため、生まれ持った邪悪な性格のためか。どれも残らずありえそうな話だ。それらの組み合わせでも筋は通る。だがもし真実が聞きたければ彼女に直接聞けばいい。彼女の動機に興味がある。それは関心だな。正面切って悪と立ち向かう経験も時には必要だ。トゲのある言い方だな。シアンナは友を人殺しの道具として利用した。私には彼女を軽蔑する理由がある。お前は真実を突き止めろ。知識を得る唯一の方法は実証的検討だと言われていてね。公爵はシアンナを幽閉したと言っていたな。帝臣たちはもっと重い刑罰を与えるよう迫ったそうだな。アンナ・ヘンリエッタには臣民たちを姉から守ると同時に、民衆による死刑から彼女を守るという意図もあったようだ。いずれにせよシアンナは宮殿の離れで法によって裁かれる時を待っている。俺が彼女に会おうと思えば護衛を突破しなければならないだろう。来るか。もちろんいかん。メールラシェーズロングで待ってるよ。デトラフたちが暴れた後では宮殿は私には危険すぎる。それに公爵の意地悪な姉と対面するより一人でマンドラゴラ酒を飲む方がずっといい。つまり簡単に言うと、シアンナが嫌いだからかえって酒を飲んでいたいというわけか。そうやって肩にはめる言い方は好きじゃないが認めよう。彼女を目の前にしたら何をしでかすか責任が持てない。シアンナはデトラフをもてあそび、最終的には彼の死を招いた。その上で会いに行けと。それは無理な相談だ。私は行かない。墓地で待ってるぞ。